パパ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 。はい、どうも、神山ことラジオネーム三角締めです。時間がなくてね、最近ブログが全然書けないので、動画だったらサクッといけるかなと思って始めてみました。一応ね、でもね、映画評というほどではなく、まあ単に見た感想って感じというかね、適当に聞き流していただけたいただければと思います。もうそんなね、撮影してんのも安い自室ですよ。椅子もね、キーキーなる安い椅子に座ってね、まあ、どうでもいいですね。で、一応映画の話は8分ぐらいで、この前置きとかも含めてトータル10分前後ぐらいの、ね、動画になればいいかなって感じです。ね、10分割、時間を割いてもらうだけでもありがたいって話ですからね。はい、ということで、私の映画備忘録の第1回は、エターナルズでございます。エターナルズ。11月5日金曜日公開で、一応翌日の6日土曜日に、まず1回目、池袋の新聞下座で、凶暴家族を見てから、カレーを食べて、グラウンドシネマサンシャイン池袋で、IMAX 版を鑑賞しました。で、満席でしたね。で、IMAX、グランドシネマサンシャインの、IMAX シアターっていう、なんか高めのカフェみたいなのが併設されてて、そこでゴルゴンゾーラカルボナーラのショートパスタとオレンジジュースを食べながら見ました。まあ、オレンジジュース食べながらおかしい、ね、いいんですけど、まあなんかほら、エターナルズのね、なんか MCU のキャラっぽいじゃないですか。ゴルゴンゾーラっていうのはなんかね、エターナルズっぽいっていうか、そういうチョイスだったんですけど、まあそれなりにうまかったです。で、2回目は、11月15日月曜日に新宿ピカデリーで吹き替え版を見ました。その後メインストリームをはしごしたんですけど、それはそれとして、20人ぐらいでしたかね、観客は。で、この時はね、プレミアムグラタンドッグとココカ・コーラゼロを摂取しながら見ましたよ。プレミアムグラタンドッグは結構うまいんですね。で、ココカ・コーラゼロはやっぱりほら、カロリーが気になるのでね、私もカロリーすごい気にしてるんですよ、こう見えて。ですんでね、チョイスしたっていう感じです。で、じゃあまあ、とりあえずあらすじを、物語の構成を無視して、ざっくり適当かつ雑にね、ストーリーを話しますと、映画は7000年前ぐらいからスタート。で、主役は不死の超人集団エターナルズ10人ですよ。で、怪我を治療できるリーダーのイジャック、飛べる上に目からビームを出せるイカリス、物質をなんか変えられるセルシン、この女性が主人公なんですね。で、幻影を出せるスプライト、これが子供の姿のもの、成長しないんですけど、まあみんな成長しないんですけど、この子は子供の感じなんですよ。で、指からエネルギー弾を発射できるキング、これクライジャー監督はなんか幽遊白書のファンということでね、なんか霊眼的な能力なのかなみたいな感じでしたね。で、出し方も。で、怪力番長のギルガメッシュ、これマドンソクですね。で、エネルギーで武器を作り出せる女神セナ、これがアンジェリーナ・ジョリーで、人の心を操れるドルイグに、超スピードで走れるマッカレで、発明品を次々作り出せるファストスとかね、10人十色の能力を持ってまして、で、宇宙の創造主のセレスティアルズのエイシムっていう、もう地球よりでかいんですよ。もうそいつが、なんですかね、ディビアンツという怪物から人類を守るという使命を受け、あず、ね、授けて、で、2000年、まあ、7000年ぐらい、年前ぐらいに派遣されて、で、2000年前ぐらいにも任務を果たすんですよ、ディビアンツ滅ぼして。で、ただ、なんかほら、人類に対する方向性の違いからチーム自体を解散しちゃうんです。要は、人類を育てるためにあんま介入しちゃいけないと。だから、サノスの時とかも、やっぱ介入しちゃいけないみたいな感じで嫌なと。でも、まあ、さすがにね、ホロコーストとか止めろよって思いますけどね、だったら。でも、まあ、とりあえず、それで方向性違いで、とりあえず、じゃあみんなバラバラになりましょう、みたいな感じだったわけですよ。で、まあ、現代社会でみんな思い思いの人生を過ごしてたら、ディビアンツが復活したので、再集結するって感じの展開ですね。で、この仲間集めがまたキャラ紹介も兼ねて、いい感じ。ね。まあ、この2年ぐらい、僕はディアゴスティーニの週刊マーベルファクトファイルっていうのを読んでまして、アメコミ翻訳しか全然読めないんですけど、そんなしかも読んでるわけじゃないし、ただ知識だけは妙に増えてるんですよ。だから、なんかここはこう書いたんだな的な楽しさがあって、こうね、こう週刊マーベルファイル、これだ、エターナルズ、エターナルズ、こんな感じなんですよ。こんな感じ。わかりにくいか。エイジャック、全然見せ方がわかんねえな、これ。やってみると。そうそう、エイジャックはこれなんです。見て、これ。なんか、ジョジョの敵みたいじゃないですか、ほんと。
でね、スプライトがね、そう、しかもこんな感じなんです。もうなんかね、なんか徐々になんかじゃんけんとか挑んできそうなね、まあ徐々来てますけど。まあ、なんかね、あとね、そう、で僕その、これを読んですごい期待してて、見て、その、エリシャム。あの、こんなやつが出てくるんですよ、こんなやつ。そう、見て、これ。そう、あ、こいつ出てきたみたいな感じがあってね、すごい楽しかったです。で、まあ、全然、コント変わってるんですけど、まあ、それはそれとして。で、何の話まあ、すいません、映画の中盤にで真の任務が判明するんですよ。でも、その、実はディビアンツを殺す云々じゃなくて、それ以上には地球にセレスティアルの種みたいなのがすでに植えられていて、それは知的生命体が星に大量に増えるとぐんぐん育って、最終的には星を割っておぎゃーってなんかでっかいそのセレスティアルが生まれるっていう、これがなんか仮面ライダー X のキングダーク感があって最高というかね、あのでっかいのいいなーみたいな。でエターナルズの10人も実際は超高性能アンドロイドみたいな感じで、なんかオリンピアって星の出身なんですなんていうのも植え付けられた記憶だったって。でセレスティアを育てて星を爆破しては記憶をリセットされて、また新しい任務を与えられてきたみたいな感じの人たちだったんですね。要はまあ破壊なくして創造なし的なね、あれなんでしょうけど、すげえ迷惑というかね、もっと別の方法でないのかなとは思うんですけど、まあそれはいいとして、まあでそういろいろあってクライマックスは実はエイジャックをイカリスが殺してて闇落ちしてたんですね。で暴走するんだけど、最終的には元カノのセルシーになんかほだされて改心して、みんなつながってユニマインドみたいなスーパーパワーを発動して地球のセレスティアルのティアマットを退治しまして、で猛省したイカリスはなんか太陽に向かってって、でまあみんななんかいろいろね、子供の姿のままだったスプライトが人間にしてもらえたりとか、宇宙船で他のセレスティアルズにね会いに行こうとしたりとか、セルシーもあの人間の彼氏のデインっていうのがいるんですね、そいつをイチャイチャしようみたいな感じで思い思いの人生を過ごせるねなんてムードだったら、突然そのまたエリシャムがあのでっかいやつが出てきて、セルシーたちを拉致してなんか人間に価値がどうあるかどうか審判するみたいなムードで終わるんですよね。であのお約束のポストクレジットシーンではサノスの兄弟のなんかエロスっていうのが出てきたり、セルシーの現在の彼氏のそのデインが実はエブニーブレイドっていうのもなんかあのブラックナイトってキャラがいるんですよ。あこいつそうなんだみたいな、ね、感じで終わってましたね。まあでも正直本当申し訳ないんですけど全然期待してなかったんです。だってノマドランドもクロージャーでしょみたいな、いやさすがにこういう映画は向かないんじゃないのと思ったら、もうドラマも含めて僕今年の MCU 作品で一番好きでしたね。うん、あの展開も映像も落ち着いてるというか、なんか最近のマーベル映画もう年を取ってるんでなんか世話しなくさせない感じがするんですけど、なんかちょうどいいというかね。でなんか神様的な超人たちの話というとなんかね、まあ思い出したのはあのあれですよ、あのこうジャスティスリーグのスナイダーズカットとかね、スナイダーズカットがすごい面白いんですけど、まあ、なんかすごい思い出しましたね。なんか、うん、でまあほらもう地球が割れておぎゃーなんてレベルの天変地異になってるともう滅びるのもしょうがねえやみたいな感があるじゃないですか。でもなんか一生懸命そういう超人たちが止めようとするのはなんかねウルトラマンっぽさもあるなみたいなのが僕はあって、特にセブンとかレオとかメビウスとかそうウルトラマン自身が地球人になりすますタイプって言います。なんかねまあ、そんなんで、しかもエターナルズの一人一人のキャラクターがね、しっかり魅力的に描かれてたから、なんか本当地球は守ってくれてありがとうみたいな気持ちでしたよ。うん。まあ、正直7000年も生きてる割には人間臭いというか、あのスプライトだってさすがに超然として、もうちょっと超然としてていいと思うんですよ。だって7000年ですよ。でもまあ、いじらしくてよかったですね。劇中ではほら、ピーターパンに報われない恋をするティンカーベルに称えられるんですけど、まあ、ピーターパンでもあるんじゃないですか。だから見てる間で、ね、本当キャストが成長しちゃうから、子供キャラ的にね、まあ、殺しちゃうんだろうなと思ったら、まあ、だからもうちょっとフライングで泣いてたんですよ、僕は。かわいそうで。でも、なんかちゃっかり最後人間になりましたみたいな。まあ、そうなんだみたいな。ユニマインドすげえなみたいなね。ユニマインドはとにかくすごいんですよ。まあ、どうでもいいですけど。で、まあ、イカリスも良かったですよ。あの上司の命令に逆らえない男っていうのは今時だなって。あのリーダーっぽく見せてね、あの間違ってるっていう描くっていうのはいいですね。闇落ちしちゃうけど、あれは確かにエイジャックのせいでもありますからね。でももう自分だけ2000年前ぐらいにその話聞かされて、お前リーダー候補だからみたいな感じで、で嘘をつけないって悩んだ挙句さ、セルシーの前から去ったりしてたわけじゃないです か。それはお前今さらてめえ今さらなんだってこれ切れますよね。うん、まあでもね、だから本当にグッドイヤー、セルシーとの日々を思い出して改心するシーンが好きで、なんかね、
そうだよねって、それ大事な時間があったんだよなみたいなね。でまあね、あとそうだな、言いたいことはそう、映画の中の人が、まあ、手押しアピールに乗れないみたいなことをおっしゃってて、別にそういう人は全然そういう差別的な気持ちがある人ではなく、そういうのを目配せ的に気になっちゃうみたいな感じですね。そういうの人間あるじゃないですか。例えば僕もみんな大好きなブックスマート、あの卒業前夜のパーティーデビューにあんま乗れなかったんですよ。面白かったけど、なんかそういうの気分的にね、そのタイミングもあるしっていう。あ、僕は本作に関しては本当に素晴らしいと思いましたね。あの人種構成が多様というだけじゃなくて、例えばマッカリが、あの、まあ、耳が聞こえない女性という設定なんですよね。実際あの役者さんがあの耳が聞こえない方で、あの手話を使う、でそういう役をやってるっていう。で A 社はなんで任務遂行のためにわざわざ障害を持つ人造人間を作ったのって疑問が浮かぶわけですけど、要はソニックブームの影響を受けないというためという理由をね、ちゃんと設定には設定を作ってるあたりがグッとくるっていうのがあって、ただそれ以上に大事なのはやっぱりすごく強いキャラがろう者で手話を使うということで、そういった障害を持つ子供はやっぱり高確率でね、親近感抱くだろうし、マジで勇気をもらえると思うから、もうスーパーヒーロー映画だなっていう、ちゃんと役割を果たしてるなっていう感じがすごいしましたね。あと僕ファストスっていう、まあ、キテレツ大百科みたいな能力の黒人男性がね、の黒人男性のエターナルズがゲイなんですけど、それもすごい良かったです。僕はね、結構数年前まで男性同士のキスシーンっていうのが結構苦手だったんですよ、映画の。でもまあそれも、まあ、ヘテロの傲慢ですけど、でもここ数年でゲイの人たちが主人公の映画を見るようになって、なったらなんか普通に慣れてきたというか、むしろなんかすごい微笑ましいですか、いいものだなみたいな、あの愛情表現なんだか、なんていうんですかね、今まで単に男性同士のキスを見てなかったから抵抗感があっただけなのかなって、見慣れてないからって単に。実際昨年キュースはチーズの夢を見るを見た時も、あの映画ね、あの苦手な感じがゼロだったんですよ。あのだから性的マイノリティの人たちはほら存在するんだし、あのヒーローチームに至って不思議ではないんだし、だからほんとね、あのファストス役のブライアン・タイリー・ヘンリーと、そのパートナーの弁役のねハーズ・スレイマンさんの演技もすごい良くて、もうキスシーンでとかちょっと涙が出ましたよ。で僕ね、すごい反省してるのが、2014年にエクスペンダブルズ3のワールドミッションを見たとき、ラストでアーノルド・シュワルツェネッガーとジェット・リーがカップルになるくだりがあるんですよ。でそれちょっと違和感を感じて、いろいろとこういうことなんじゃないかみたいな文章を書いたんですけど、よくよく書けばそんなね、あの別に理由なんていらないんだよなっていう、そこは本当失礼だったなっていうのに気づかされたことも僕にとってはとても良かったですね。なんか今回の多様性に目くばせって感じるかもしれないけど、僕は普通にいいことじゃんってやっぱ思うんですよ、うん。まああとだから言いたいことで、正直一部アクションを抜かれなかったですね。ギルガメッシュ叩くだけかよ的な、まああのチョップがね、あのちょっとまあ鈍足アクションって感じがあったけど、ただまだ大義のために小さな命を犠牲にするのは良くないとか、ギルガメッシュのね、その時はその時だ精神とかね、そういうなんかいいメッセージっていうのが良かったなみたいな。あと吹き替え版も違和感がなくて良かったです。普通におすすめ、うん。で、パンフによるとノマドランドにアベンジャーズの映画が出てくるのはなんかクロエ・ジャオカンとかファンだからなんですって。で実際本当にファンっていうのがパンフにすっげえ書かれてて、もう正直ノマドランドより全然好きというかね、今後も作ってほしいですね。そうかな、こんな感じかな。で最後にパンフ、そうパンフの話もねしたくて、そうポッドキャストと迷ったんですけど、やっぱこれを見せたくて、これはね、ほんと良かったです。特別版を買いました。990円。コラムが4本入ってるんですけど、インタビューもキャストにスタッフにとすごい充実してるし、写真だけじゃなくね、イラストも素敵なんですよ。まあ、そんな、まあちょっとね、なんかね、まあ、素敵なんですよ。もうね、映画の好きな人はもうマストって感じ。あのね、特に俺、最後の写真が好きなんですよね。これ。もう、こんな、セレスティアルズがね、こんな退去して襲う、もう、怖いみたいな。どうしようもねえやみたいなね。はい、まあそういうわけでパンフに関しては、あ、そう、映画は僕は90点で、パンフはもう5点満点中 4.5 ぐらい気に入っております。はい、そんな感じです。どうでした？もうね、はい、じゃあまた、さよなら、さよなら。パパン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 。